ヒドロキノンはニカフェノールである。特に美容ではハイドロキノンと表記されることが多い。ヒドロキノンの名称はこの化合物が P、ベンゾキノンの還元によって得られたことから来ている。写真の現像に用いられる。美容では皮膚の美白に利用されるが頻繁な副作用について医学的な監督が必要で法的な規制や安全性の議論がある。 ヒドロキシ元の位置が異なる異性体としてカテコール1-2体、レゾルシノール1-3体がある。ヒドロキノンの上圧での融点は摂氏172度、沸点は摂氏287度であり、常温上圧では無色の個体として存在する。水にもエーテルにもかよう。動物実験などにおいてはフェノールと同様に変異原性が認められている。 還元力が強く、ヒドロ機能は容易に酸化されて、P、ベンゾ機能となる。合成や写真の現像において還元剤として用いられる。また、重合防止剤及びその原料、染料の原料、ゴムの酸化防止剤原料、エンジニアリングプラスチック原料、農薬原料等としても利用されている。ヒドリドを放出して、ベンゾ機能となることができるため、ヒドリド原としても用いられる。 医薬部外品として、美白剤として処方されている。主に、フェノールの酸化により製造される。酸化剤として、過酸化水素、触媒にベータゼオライト、除触媒にジエジルケトンを用い、フェノールを酸化する。この際、ヒドロキノンと共にカテコールが併産される。HBA をアルカリド類金属で、イオン交換することにより選択性が改善する。 環境負荷の少ない過酸化水素酸化剤に用いたヒドロ機能合成プロセスという点では、梅鉱山によりすでに実用化されていたが、ここで紹介した反応法は、それをさらに改善するための研究で発見されたものである。化粒酸カリウムを用いるエルブス化粒酸酸化も、フェノールからヒドロ機能を得る一手法である。P ベンゾキノンは硫酸などの適当な還元剤により還元することによっても得られる。生産能力の大きい順にローディア、三井化学、イーストマンケミカル、ボレガード、車用加工が主な製造者である。外用薬ではハイドルキノンと呼ばれることの方が多い。ヒドルキノンはその強力な漂白作用を利用したもので、染み取り剤として皮膚科などで処方されるほか、薬局などで ヒドロキノン配合の軟膏、クリーム等が市販されている。市販のヒドロキノン剤は通常2%から4%程度の濃度のものが多い。アメリカ食品医薬品局による規制では2%以上の濃度は医師の監督下により処方されている。これら製品の使用中及び使用後は日焼け止めの使用や肌を守るための衣服の着用が進められている。 トレチノインとステロイド外用薬が配合されたハイドロキノン含有クリームも米国で承認されている。乾板に対する比較研究では、ハイドロキノンと麹酸含有クリームにステロイド含まない方が効果が高い。ハイドロキノンは乾板など色素沈着を減少させるために伝統的に使われてきたが、広い使用を制限されているため、ハイドロキノンよりも優れている代わりになる薬剤が、 必要とされている。放実する副作用や発言性の懸念から他の成分を使った製品が市場に増加してきた。東京工業大学と新潟薬科大学の研究グループにより、ヒドロキノンとセタルコニウムクロリドなどの海面活性剤との結晶成分子作体が開発され、その作体中でヒドロキノンの安定性が向上しかつ情報性を持たせられた。酸化。 変質しにくい性質を利用して、新型ハイドロキノン、安定型ハイドロキノンなどの名称で化粧品などに配合されている。アレルギー性の接触性皮膚炎を起こすことがある。化粧品の安全性評価に関する指針2001などに準拠して試験し、ハイドロキノンには一時刺激性があり、安定型ハイドロキノンには一時刺激性はない。ハイドロキノンの概要薬は、 教授変化のような後遺症を予防するために、継続的な3から6ヶ月の使用の後、使用しない期間を設ける必要がある。複数の研究で、組織の合併症の発生が報告された。2%濃度の外用薬を長期的に使用した場合でも、1980年代以降、 カッペン症が報告されており、高濃度が原因となるかそうではないのかの議論は2012年でも継続されている。ハイドル機能をその治療システムの中に取り入れてきた全員をオバジも2013年には4%濃度までが推奨され、長期的なハイドル機能の使用によって、重度のリバウンド性の色素沈着を起こすとし、2015年には、 注意喚起のためにハイドロキノンフリーの製品を出している。また、オバジによれば、アフリカ系の人々に合弁症が多いため長期的な使用が原因だと考えられてきたが、ハイドロキノン使用歴のある白人、アジア人でも、教授変化である合弁症が見られ、ハイドロキノンが光感受性を増加させているためだとしている。ハイドロキノンはメラニンを生成する。 酵素チロシナーゼの反応を阻害するというよりも、メラニン細胞に対する毒性を通して作用している。メラニン細胞を傷つけずに、チロシナーゼに選択的に作用するような他の成分が探索されてきた。ハイドロキノンモノベンジレーテルは、色素脱出を引き起こす特徴を利用し、すでに白斑が広範囲の場合に、色素の脱出を完水させるために使われる。2017年のレビューでは、 ハイドロキノンが白藩を誘発するかという明確な関係ははっきりしておらずおそらく安全に使用できるとされている。2014年のレビューではそれまでハイドロキノンによる色素脱出の報告はアフリカ系の人に限られていたがフィッツパトリックのスキンタイプの3と4での報告があり2%か4%のハイドロキノンを 半月から半年使用した後に使用を中止し、中止後1から2ヶ月で生じている。このレビューの著者は永久的な色素脱出はハイドロキノンの潜在的な副作用の一つであることを医師は患者に開示し、すべての市販のハイドロキノン含有製品の注意書きとすることを推奨している。日本では2014年以降製造販売業者が製品の特性を考慮して、 色抜けや黒ずみの注意書きを行っている。安全性が確立されているとは言いがたく、販売業者、処方する医師は責任を負わなければならない。また、おばじによれば、体制の問題があり、4%濃度のハイドル機能を使用して4から5ヶ月後には、肌の色の改善が止まることがあり、特にメラニンが過剰な部位のメラニン細胞が、ハイドル機能への耐性を持つため、 正常な部位の改善が続くことで、色素沈着の状況が悪化する。このため、おばじは4から5ヶ月の使用後には2から3ヶ月の休止期間を推奨している。そして、これ以上の濃度でも、色素沈着改善の大きな結果、早い結果はないが、アレルギー、色素沈着、体勢や教授変化の問題が大きくなることがある。 ステロイドも含有する製品を長期に使用した場合、炎症ではないシミには効果が出ないし、毛細血管拡張や皮膚萎縮、当初よりも強い色素沈着を起こすため、医薬品のラベルに従って5から7回以上、使用すべきではない。世界保健機関の外部機関である国際がん、研究機関の発がん性リストでは、1977年にグループ3に分類した。 1996年に、風から、ハイドロキノン、健康と安全性ガイドのレポートが出され、写真の現像に使う場合、摂取により、嘔吐、下痢、皮膚に繰り返し接触することで脱色素斑、アレルギー性接触皮膚炎が起こる、可能性、空気中では、目の刺激、角膜の変色、失明が起こる、可能性があるとした。2006年のアメリカ食品医薬品局による、 美白剤の店頭販売の状況に関するレポートでは、ラットにおける動物実験では主要による腫れ、甲状腺癌、赤血球大症不動症、白血病、肝細胞選種、腎癌などの発生率上昇が認められたとしている。2016年まででもハイドロ機能は DNA 損傷や免疫抑制反応を起こす可能性があるが、結果は矛盾しており、 発がん性物質には分類されていない。2019年、イングランドとウェールズの地方自治体協議会は、ハイドル機能を含む美白クリームについて、ペンキの剥離剤と同じ作用があり、んのリスクを増大させる、肝臓や腎臓にダメージを与える恐れもあるとして、消費者に使用しないことを勧告している。輸送に際して、国連の分類では、軽度の危険性を示す3グループで、 欧州では、有害物質の表示義務は、摂取で有害、小児の手の届かない場所へ保管、皮膚や目との接触を避ける保護メガネを使用する。1996年の風のハイドロキノン、健康と安全性ガイドでは眼有クリームの、店頭販売の制限が推奨されるとした。米国では、2%以下の濃度では、店頭にて販売でき、4%以上は、 処方箋が必要となっており、これは、さらなる調査が、保留状態となっているためである。2006年8月29日、アメリカ食品医薬品局は発言性への懸念があるとして、アメリカ国内での一般用医薬品への、店頭販売禁止を提案したこともある。ニューヨーク州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、モンタナ州、テキサス州では禁止されている。 ヨーロッパの多くの国で人体への使用が禁止されている。日本で2%までの配合が厚生労働省により許可されている。過去にハイドロキノンモノベンジレーテルによる白板が起こり、ハイドロキノンの使用は認可されてこなかった。法改正によって2001年より使用が許可されている。それ以前は病院での院内調剤によって使用されてきた。2019年に 東アフリカ立法会議は、ハイドルノンを含む、美容物質の製造と輸入禁止のための条約の制定を可決した。2010年代に副作用の懸念から、コートジボワールでは2%以上を禁止し、ルワンダとガーナでは、ハイドルノンの添加を禁止した。ヒドルノンとは、1、4次ヒドルキシベンゼンのことであるわけだが、この2つのヒドロキシもとを共に、 メタノールとのエーテルにした分子が1、4ジメトキシベンゼンである。ヒドロキシモトは水素結合の受容体であるとともに共有体でもある。対してメトキシモトは水素結合の受容体でしかない。一般に水素結合を作ることのできる分子は分子間力が強いために分子量が小さい割に融点や沸点が高いことが多い。 4次ヒドルキシベンゼンの上圧での有点摂氏172度、沸点摂氏287度に対して、1、4次メトキシベンゼンの上圧での有点は摂氏56度、沸点は摂氏212.5度である。ありがとうございます。